寝るのが早いとさ、起きるのがさ早くてもさ睡眠時間は取れるじゃないですか。で12時に寝たとして7時に起きたとしても7時間、ほら逆に2時に寝たとして7時間寝たとしても9時、ほらっていうね。まあ、今日はだからねいっぱい寝たからね気分も最高だわ。眠かい。やっぱいっぱい寝れたらさいいですよね。何が一番いいかってもうとりあえずたくさんの睡眠マジ寝ることって最高だわ。寝ることと食べることが一番楽しいね、生きてる中で生きてる中でそれがマジで一番いいかもしれない。わかるでしょ。でも最近マジ食べ過ぎてやばいなと本当に思います。マジで本当にやばい、本当にやばい。まあみんなに言うとさマジでちょっとびっくりされるから言わないけどさ、発明見たよ。あのね何見たかフェイスブックに書いたね。この間昨日のフェイスブックのお題だったんですよ。なんかそうフェイスブックに書いたです。ゆりなちゃんは何歳まで私だももらってたの？20歳。20歳の時もらってたっけな。去年だよね、20歳って言ってもね。去年の違うもらってた20歳。あれ去年の1月もらってたっけうち。いやもらってたな、去年までもらってたんだわ。待って聞いてみよう親に。お年玉いつまでもらってた。なんかあ初夢見たんだけどゆりな出てきたよ。あ755に書いてたよね。そう一富士二鷹よりなんか縁起いいわみたいな書いてあったから嬉しい、ありがとう。そう忘れた、去年ももらってたと思うんですけど私ちょっとねマジで去年もらったんかも時間系列時空列がなくていつもらってたとかほんまに覚えてへん。もうなんならもう多分もらってたと思うんやけどこうねもらってるってずっと思っちゃってそう。でもね人によってはね私の同じ年齢でもらってるメンバーもいるし全然私より年上のメンバーでもらってる人もいるからもうその家のあれなんじゃない、決まり事じゃない。ちなみにさどれぐらいいんの？なんか自分の親がお年玉くれる人って。私親からお年玉もらったこと一回もないんだけどなんかメンバーは親からお年玉もらってるっていうメンバーもいてみたいな。そんなことなかったよ。うちはそんな裕福ではないから。いいな親からもらえるってすごくない？親からもらってたよだって。いいな親からもらったことないわ。いいな、親からもらったことないわ。なんならうちお年玉もね、全部自分で全部もらえるようになったのはここ3年前ぐらいかな。それまでは全部高校生になってからお年玉全部もらえるようになったんかな。それまではね、お年玉はね、親に全部渡してました。全部没収されてました、親に。そうで1000円だけもらえて、その1000円でその1000円で好きなものを買ってました。でもそのおかげで今こうやって生きていく上で必要なものを買えるんですよね。ちっちゃい頃は全部自分がもらわずに、親がちゃんといただいたお年玉を全部貯金してくれてたから、今こうやって大人になってアイドル始めて、たくさんやっぱり出費がすごいわけですよ。やっぱいろんなものを消費もすごくするし、買わないといけないものもたくさん増えたから、そういう面で親が貯金をしっかりしてくれてたから、今こうやってお金が必要になった時に貯めてたもので生活ができてるから、そういうのは感謝。そうだよね。うちは別に親にお金を没収されることは何とも思ってなくて、普通にうちもらったらママに「はい」っつって渡してたから、なんかそこに関してさ、まあなんかさ、いろいろ、まあ、全部欲しいっていう子もいるかもしれないけど、うちは別にその特にあれなかったから、自分はね何も感じんかったから、もらってそのまま親に「はい」っつって渡してた。うん、そう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 。ねえ、でもなんかある程度、いつだっけな、高校卒業してからか、高校2年か3年ぐらいになった時に、もう全部もう持ってていいよって、多分ある程度の年になったからだと思うんですけど、やっぱちっちゃい頃って自分でお金の管理できないじゃないですか。だけどある程度大きくなってから、もうこうやって「はい」と渡したら、なんか「いや、もう自分でお金の管理できるから、もう自分で持っといていいよ」って言われて持つようになったけど、それまでは普通に全部親に渡してた。うん、高校の後半、高校3年生とかかな、多分。うん、そう、なんかそれまでは貯金しててもらってた。そう まあ私昔からお金をすごく自分のために使う人ではないので、なんか渡してても親は心配しなかったらしいんですよ。なんかゆりなんか別にそんなあげたからめっちゃ使うってことはしない子だって知ってるから、なんか別に渡してもよかったんだけど、うちが貯金しといてって言ってお願いして貯金してもらってた。うん、そう。そうそうそう、そうそうそう、やっぱりなかなかお金はかかりますからね、大きくなると。そう、基本的にね、そうなんです、人によりけりですよね。大きくなってももらえる人もいれば、基本的にね、うちらのその親戚いとことかのねあれだと、学生まではもらえるんですよ。学生を卒業しちゃうとお年玉くれないです。だから基本で言うと大学4年生まではもらえるし、あげないといけないかな。だからいとことかに一番長くて第4までだから、そうそうそう、社会人になってもらえることはまあ人によりけりかもしんないけど、もらってる人も実際いるからあれだけど、うちらのとこのやつは、うん、社会人になったらもらえない。うん、もう社会人になったら全部自分、基本的には。うん、そうね、だからもうもらえないんですよ、私もねえ、ほんとにうち妹と弟にお年玉ちょうだいって言われたんだけどあげる金ないですって言っといた。そうお年玉ちょうだいって言われて、あげる金ないよって言ってじゃあいい子にしといたらあげるねって言ったけど、やちゃんあげる金ないわごめんよ兄弟たちって感じお姉ちゃんもう社会人なんだけどな、そう社会人になったからさ、今年初めてさ兄弟からお年玉ちょうだいって言われたわ。でもあげる金ないから無理って言ったごめんよって。そうそうなんですよ。ちょっとね無理だわーっつってごめんよーっつって、逆にちょっと私もカツカツやからね、いつかあげるわーってすんませんなんだよね、ほんまに。まあそんなガチで欲しいとは言ってこんかったけどね、うん、普通になんかノリでねちょうだいみたいな感じやったけど、そう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 スイッチ買ってって言われるよ。そんな高いもん買えへんわスイッチ買って、でもスイッチ買ってって言われたことないねんけど、うん、そんな高いもん買えないよ。買って差し上げたい気持ちもあるけど、でもスイッチ買ってもさ勉強ちゃんとすんねんやったらいいかもしらんけどさ、その辺はねほらやっぱりもうスイッチなんて買ったら逆に私がもう生きていかれへんやばいよね。でもめっちゃ高いじゃんスイッチ。何本ぐらいするんだろうね、知らんけど値段。そうちょっとねスイッチの値段知らないんで、でも56万とかでしょ。うち自分にすら56万のもの買ったことないのに、そんなにしないか、3万とか。でもさそれスイッチがでしょ、それにプラスカセット買わんといけんのんでしょ。もうやばいじゃん、破産するわそんな。すごいよね本当に。うちの家はあんまりゲーム機が充実してない。だからそれこそめっちゃスイッチとか流行ってるし流行ってたけど、なんか周り、うちそれこそうち周りメンバーみんな持ってたけどスイッチとか、けどうちは持ってなかったし、多分それこそ言ったらね妹や弟の学校だったかもさ、それこそそういうゲームのお年頃じゃないですか。だから多分みんな周りの子持ってたんじゃないかな。そうそうなんですよね。そうだからね、ゲームはねそんなたくさんないですね、家には。そう、そうなんですよね。アイドルしてると自分への投資が大変だよね。いや、言うてね、そんなこともないと思う。いや、もうピンキリだと思うよ。どれだけ自分磨きのためにお金を投資するかしないかだと思います。うん。でも確かに自分違う意味の自己投資は大変かも。その別にそれがさ、コスメ服とかじゃなくて生活としては、確かに生活も自己投資だから、そういう意味ではまあ確かに大変っていうのはある。うん。私は別に自己投資あんましてない。え、本当にしないよねってマジで言われる。なんならさ、本当にさ、髪の毛よくさ、メンバーメンテナンスに行ってきましたってよく言ってるけどさ、うちマジ1年髪のヘアトリートメントしに行ってない。やばいよね。そろそろいかんと。髪の毛がだいぶバッサバサになってきたけんさ、本当にやばい。やばいよね、本当に。1年髪のメンテナンス行ってないアイドルってどうよ。でもそれでもね、綺麗っちゃ綺麗なんですけどね。そう、よく言われる。だからなんていうんだろう、普段なんかそこまで高級なメンテナンスはしてないけど、でもその代わりになんていうんだろう、普通にシャンプーとリンスはするじゃん。でまあ乾かす、タオルドライする時もこうやって髪の毛をこうやってこすらないとか、こすったら髪の毛って傷むから、ちゃんとこうやって優しくバスタオルでこうやってやってあげるとか、まあ、あとは私はタオルドライした後に洗い流さないトリートメントはしてる、一応。だからその美容室に行ってトリートメントしてっていうほどの投資ではないけども、毎日お風呂上がりのその洗い流さないトリートメントはしてるみたいな。そうそうそう、そういう感じかな。だからまああとは普通に化粧水とかはね、やっぱり乾燥するかも、女の子男の子関係なく使うと思うんだけど、とかでもすごいそれは人それぞれでいいと思うな。それこそじゃあまあ何かがあったら、もうじゃあ例えばコスメ買うのでストレス発散する人はもうコスメ自分のために買えばいいし、もう美容で磨くために、まあ、いい化粧水使ったりとか、まあ、それこそいい美顔器使ったり、いいスチーマー使ったりとかっていうのは全然人それぞれでいいと思う。その自分ができる範囲での自分への自己投資をして、それでなおかつテンションが上がれば、例えば肌が綺麗になった、でメイクのりが良くなった、で他の人からも肌が綺麗だねって褒められたりとか、メイクが楽しくなったとかっていうのはプラスじゃん。それだけお金はかかったかもしれないけど、でもそれ以上にプラスのことが起きれば、その投資も別に悪いものではないと思うし、それは別に人それぞれだと思うし、そうだからなんかね、別にあれだと思う。それこそジェルネイル、私はちょっとやってないんだけど、一回もやったことないんだけど、ジェルネイルとかするとやっぱり他のメンバーが言うのは、すごいテンションが上がるって、爪見るたびになんかテンションが上がるっていうのは、まあ、ジェルネイルも別に安くはないけど、でもテンションが上がって、で可愛いって思えてってするんだったら、全然そのさ、モチベーション的にもさ、それで上がるんだったら全然いいと思うから、まあ、人それぞれだよね。私はそれこそ食べることがすごく好きだから、私はチョコレートをどっちかというとマイナスに近い投資なんだけど、これはチョコレートを買って食べてるの。俺はもうチョコレートが大好きで、そう、チョコレートがすごい、なんて言うんだろうな、癒しだから、自分に対しての。いや、もうチョコレートちょっとあれだけど、そう、ちょっと微妙だけどね、マイナスの方がちょっと大きいけど、これに対しての自己投資は。まあでもテンションが上がるとかじゃないけど、気分的な問題ではやっぱチョコレート食べてないより食べてた方が楽しいっていうか、そのストレスがたまらないっていうんかな、多分無意識のうちに無意識のストレスのたまり方が多分違うと思うし、別にチョコレートも食べ過ぎなければ糖分とかでやっぱいいし、少しのチョコレートとか全然いいから、いやチョコレートが悪いものだったらこの世にチョコレートなんて存在しないから、そうそうそう、だからまあ人それぞれじゃないかな、自己投資はあんまりうちはしてないけど、まあこれからねやっぱ大人になったから、もうちょっとで22歳になるんだけど、あと2ヶ月と11日で、だからちょっとそろそろ自己投資してもいい年だから、てかなんならしないとやばい年だから、自分に自己投資ができるようにお仕事頑張ろうって思う。やっぱり今まで自分に自己投資したことがそんなにないから、それこそなんかデパコスの化粧品買ってとかも特にしたことないし、そうなんかないから、なんか自分のに何かこうなんかアイドルっぽい自己投資してみたいなってすごくそう思う。そうそう。何でもいいけど、美容グッズとかね、いいね。なんかアイドルらしいわ。美容に気にかけてる感じ。よきよき。そうなんかね、憧れなんだけど、それこそ美顔器買ったりとか、そういうなんか保湿の買ったりとか、こうすごい憧れなんだけどね、やったことはないね。デパコスも憧れですよ。やっぱり女の子はデパコス持ってるだけでテンション上がるし、デパコスはいいよ、可愛いもんだって。うちもテンション上がる、いつも眺めてるだけだけどそうデパコスはね、人にはあげるんだけど自分に買ったことがないんだわ、あんまり。なんかそういうのもねしてみたいね。もう22だからね、いい大人だわほんと。そう考えたらマジでいい大人だね。22歳だって自分、怖い。22歳がマジ怖いね。てか早いわ。そうもういい大人だよ。社会人だって、大学4年生だともう社会人だからね、になる年ですよ。大学4年生だから、あれ4年生だよね、22が4年だもんね。そうそうだよ。だからもう社会人になる年だよ。やばいね。なんなら短大生はもう社会人だからね。そうもうね、何をあがいてもね、年は取るから別にいいんですけどね。いや、年が取れて嬉しいって思うのは20歳までですよ。ね、そう思わない？やっぱ中学生の時とかはやっぱり20歳、大人じゃん、で成人じゃん、でも成人式っていうのがさすごい楽しみじゃないですか。成人式が楽しみってなるじゃん。だから成人式はすごい楽しみだし、やっぱ大人っていう響きがさあるからさ、やっぱりなかなかねすごくいいなって思うけど、危ない。実際さ、やべ実際さなったところであんまり変わらんのだけどね。そうなったところであんまり変わらないんだけど、そうそうそう、なんか成人になったところでじゃ急に大人っぽくなるかって言ったら、まあ、それはそんなことない。マジでそんなことなかった。そうなんだけども、やっぱ憧れるよね。だってさいろいろ自由になるじゃない。それこそただ自由とあれは裏と表で、自由になった分全部自己責任だから、なんていうの、その今までは未成年っていうことで親に責任がかかってたものが全部自己責任になるから、何をしても自分が悪いっていうことになって、こういろいろとね税金も払うし、こうたくさん責任はたくさん乗ってくるよね、やっぱり。うん。ただ自分で責任を取るから何してもいいってわけではないですけどね。自分で責任を取らないといけなくなったとしても迷惑はかかりますからね。何かしてしまった時に親とか家族とかには。だからそう迷惑かけるようなことはしないようにしないとね。うん。そうそう、そんなもんですよ、やっぱり。そう勉強をしながら大人になっていくという感じなんですよ。実際に大人になったなと感じたのは社会人になってからだったな。ああ、わかるわかる。私今自分すごい大人だと思うもん、自分のこと。それはなんかそれはもうそれこそ税金払って、もう払うもん払いまくって、払わないといけない義務のものを払いまくってるから、もうなんか中身がうんぬんじゃなくて、こう目に見えてああ自分は大人だなって思いましたね。そう中身は別にな、正直大人かって言われたらちょっとあんまり大人ではない、大人ではないというか、こうなんというか、こうあまりちょっとアホ言われますけど、なんかやっぱりなかなか中身がそうではなくてもやらないといけないこと義務は果たしておりますので、やっぱりその辺は大人だな自分と思いますね。うん、だからもう私は20歳の年から思ってる大人だわと思って。そうそうまあでも一人でね生きてるっていうか、一人で生活してる時点で大人だと思うよ、自分のこと。まあそれぐらいかな、身近なもので言うと。うん、自分で、まあ、それこそもうご飯を作って洗濯もして何してみたいな。そう、その時点でまずとりあえず大人だと思うよ。うん、20歳うんぬん、別にそれが20歳来てなくてもそうだけどさ、もう大人じゃないだって。自分でそうやって生活をするということは大人でしょ。もう20歳とか関係なしにね。そうそうそう、それでなおかつ、例えばもう全部自分の働いたお金でってなると、より一層大人だと思う。自分で自分のことを全部して、なおかつ自分で働いたお金で生きていくっていうのはすごい大人だと思う。子供にはできないことじゃないですか。うち何時、あ、うち9時からするって言ったっけ。30、まあ、もう30分しか経ってないんだね。早っ。あ、早じゃなくて遅っ。最近はどんなパンを食べてますか？最近チョコスティックパンかホットケーキ、ホットケーキか、ホットケーキミックスで作るホットケーキをよく食べてるね。あと食パン。ちなみに今日の朝は食パンをそのまま食べた。何もつけずに食パンをそのまま食べました。でその前の日はチョコスティックパンだったし、あ、昨日は普通にホットケーキを夜食べたんですよ。そう、昨日ね、ホットケーキ普通になんか夜食べたくなって、ホットケーキ作ろうと思って夜夜な夜な作ったホットケーキ、読んで食べた。そうなんだよ。菓子パンが好きなんですよね。そうそう、夜中に食べてよく太らないよ。太ってるやん。これからよ、これからこれからよ。セブンのメロンパン好き。あ、美味しいよな。わかる。セブンのメロンパンも好きやし、セブンのチョコチップメロンパンみたいなスティックになってるやつも美味しいよ。あれも大好き。あれも売ってないんかな。あれもね、一時ね、すっごい好きなんです。朝はね、菓子パンが多いってか、朝パンが多い。もう何しろ朝からご飯作るのめんどくさいからね。朝は買ったあった菓子パンをパクパクパクって食べる。昼夜は基本的作るけど、朝からちょっとご飯作るのもちょっとめんどくさい昔からね、朝は菓子パンなんですよ。もうそれがすごく楽しみなんですよね、朝。うん、そうそうそう。だからマジで美味しい。本当に昔から朝の楽しみはなんか菓子パン、昔は菓子パンにジュースが本当に最高だったんですけど、もう最近は菓子パンに朝はね、菓子パンに白湯か菓子パンに水か、今はホットゆずかりんとか飲んでる。朝寒いからね、起きたら寒いじゃん、だからホットゆずかりん飲む。それまでは白湯だった。朝ね白湯飲むといいんだって。そう、なんかダイエットにいいらしいよ。ダイエットか知らんけど、なんかねダイエットかな、なんかとか健康かな、なんかにねいいんだって。そうそうそう、だからねみんな真似してみてね。やっぱ朝寒いじゃん冬って、だからね白湯いいと思う。うん、まあ、最近はちょっとホットゆずかり飲んでるけど、買ったからね。それを買うまでは白湯飲んでた。そう、別に白湯が好きなわけではないんですよね。自分もうご飯の時もお茶だったし、でも今もうお茶じゃなくて水の方がいいって聞いたから水に変えました。そう、別に飲んでたんですけど昔も。でも水とお茶どっちが好きって言われたらお茶が好きだったんですよ。味のしないものが嫌いで、基本的に水って味しないじゃん。で最初は嫌だったんですけど、でももうそれを毎日やってればもう別に水の方がいい。逆に味がしないから。うん、慣れですね。そう、ペットボトルのお水でおすすめなのあるかな。わかんない、なんだろうね、何がおすすめ。今飲んでるな、天然水南アルプス。けど基本的にマジ水はあんまりこだわりないです。全く持ってない。イロハスも飲むし天然水も飲むし、なんならなんかそのスーパーで売ってる一番安い水そうそうそう、もうとりあえず水にこだわりはないから、そのスーパーに売ってるいっちゃん安い水を買います。うん、そう、基本的にそうですね。いや、まとめ買いしても持って帰れないんで一本一本買います、基本的に。うん、そうね。でもスープとか白湯とか飲む時は水道水だってね、煮沸するからなんか綺麗かなと思う。さすがに蛇口ひねった水をそのまま飲むっていうのはちょっとなんかあまりよろしくないって聞いたから、その直接冷たいままで飲むのは買ってきた水だけど、なんかスープとか白湯作る時に一回煮沸するから、それはなんかばい菌飛んでくかなと思って普通にその水道水飲んでるけど、本当はね水道水じゃない方がいいと思うんだけど、ちょっとその辺分かんないから、そうなんかもし家にさそのさろ過器があるんだったら絶対その方がいいと思う。水道水をろ過して飲料水にできるやつあるじゃん。あれがねあるとね一番ね多分ねいいと思うんですけど、ちょっと1回は高いけどさ積み重なるとさそっちの方が多分安くつくと思うんだけど、そうだけどちょっとなんか分かんないから、そうそう私はそうやって飲んどります。まああとはウォーターサーバーとかなら安いんじゃない？ちょっと分かんない。うちは次にウォーターサーバーは買ってないけど、買ってないしちょっと買う気はないけど、いや逆にウォーターサーバーとかの方がもしかしたら安いのかもしれない。どうなんでしょう、あんま分かんないですね。その辺はこだわり一切ないんでね、とりあえず飲めれば。まあでも言うてね、意外にね日本の水は水道水でも綺麗なほどに綺麗と言いますから、そうちょっとそういうのは分かんないからね。そうそうそう、もう何でもいいと思う、その人の思考で。水道水でいいじゃんって思う人は水道水飲めばいいし、買ってきたのがいいって思う人は買ってきたの飲めばいいと思うよ。そう、それは人それぞれだと思います、本当に。これじゃないとダメってことはないです。もう基本的に決められたものでなければはい自由いいのです。そう天気の子やってる。あ、そうなん、今何、日曜ロードショー的な。そうなんだ。金曜ロードショーは知ってるけど日曜ロードショーは初めて知った。残念、見れないわ。天気の子どんなのだっけ。明日晴れるよのやつか。あ、うちちゃんと見たことない。ちゃんと見たことないな。この間何ヶ月か前に見たんだよね。全然話が分からなくて、でなんかどうだったかな、なんかね、これはこうなんか後半ぐらいから見て、でなんかこうだったんだみたいな感じで、そうなんかあれしょ、女の子がその能力を持っててみたいな、まあ最終回見たから分かるんだけど、そうなんかね、何だったかな、なんかの何だったかな、そうなんか前もさやってたじゃん、あれ DVD で借りてきたのかな、ちょっと忘れちゃったけど、やってて、ね、見てたんだけど家族と、そうその時もなんかあれなんだよね、なんか選ばれしうんちゃらかんちゃらでみたいな、分かるんだけど。ちょっと難しいね、説明はできない、そんなちゃんと見てないから。でもね、ちゃんとちゃんとはないな、ちゃんとちゃんとはないな、やっぱりちゃんとはないけど、なんかめっちゃに話題になったやん。もう話題になりすぎて見る気が失せたもう話題になりすぎてなんか見たいって思わなくなっちゃったんだよね。そうでも後半だけ見たよ、後半だけね、そう後半だけ見て、ああこういう話だったのかって、なぜそうなったのかは知らんけど、それは家族に説明してもらった。でこうなって「おおいい話だったね」って、そうっていう感じだから、ちょっとねあんまりちゃんとは見てないんだよね。前半は知らない。私がねその場にいた時はもうすでに後半だったんですよね。まあ、別に正直ね「君の名は見たい」と思う、なんか見れば見れたいなぐらいだから、もうなんかもうは天気の子、君の名はじゃあ天気の子がもうむっちゃ見たかったのってわけじゃなかったから、その途中からでも全然良かったんだけど、そう。君の名は見たよ、ちゃんと全部。なんだっけな、君の名は入れ替わってるってやつでしょ、あれは見たよ。あれいい話だったね、普通に。なんかすごいもうなんかめちゃくちゃ話題作だったから、なんかすごいもう見るのめっちゃ悩んだの、みたいな、もう人気になりすぎてちょっとなんかってなっちゃって、見たいと思わなくなっちゃったのね、一周回って。でもう見たよ、よかった、めっちゃよかったよ、普通に素敵なお話だったよ。そうだからさ、なんでかはちょっと分かんない。そうなんですよね。まあでも話題になりすぎるとちょっとあれだよね。ねえ、なんか見たいと思うんだけども、あと私別に見たいって思って一人で行けないんですよ、その映画館とかに。だからね余計になんですよね。そうだから余計に行けなくて、一人で行けないからね、余計に行けないんですよね。うんそう行けたらいいんですけど、あと今なんか箱になる、密になる箱はさ、ちょっと避けた方がいいみたいな感じじゃないですか。だからちょっとより一層映画館にはもう行ってない最近。そう、どこまでできる一人○○、一人お買い物、一人お買い物だけです。一人ご飯、一人外食もできないし、一人映画もできないし、一人お買い物しかできない。うんそうなんですよ。一人でできないね。一人カラオケもできないんですよ。でも一人でコンビニとかスーパーは行けますよ、さすがに。そう。あ、一人でスタバも行けますよ。一時スタバ好きすぎてめっちゃスタバ行って、でもスタバってさ、だってさ別にとどまってるわけじゃないからさ、そこでスタバってこう注文してそのまま帰るじゃん。だから別に全然できる、ドライブスルー的な。そうあとマックも一人で行けるよ。マックは一人で店内で食べれる。だってみんな一人でもマック、基本的にマックやスタバは基本的に一人の人が多いじゃないですか、比較的に。だから行けるの。まあ昔に比べてお一人様用とかお一人○○とかが流行ったからいいけども、ちょっと前までさ、まじ一人○○とか絶対なかったじゃないですか。絶対2人からとか、こう食器なんちゃらにしてもさ、お一人様用が今はさあるけど、昔はさなくてさ、ちょっと最近になってお一人様用のものがたくさん出るようになったじゃないですか。だからそういう面ではね、スタバで好きなの、私ダークモカチップフラペチーノばっかり飲みます。そう、まあ、あとは限定の、期間限定のものがあって、自分好みのものだったらそれを飲んでた。そう、あれがいっちゃ美味しい。今日一人でバーベキューしてきました。今日一人でバーベキュー一人でするの、どうやってやるんだろう。一人焼肉とかはわかるけど、一人でバーベキューってさ、どうやって一人でやるんだ。一人キャンプ的な、そういうこと。一人キャンプでキャンプを張らないバージョンってことか。へえ、すごい。最近そういうのもあるんだね。外で一人で焼いて食べるってことでしょ。一人キャンプしてる人の食事だけってことだよね。あ、そうだって。おお、一人焼肉ではなく一人バーベキューを選ぶとはなかなかお強いですね、あなた。すごい。逆に浮かん、それ大丈夫。いいな、バーベキューやりたいわ。でもね、うちはね、バーベキューするんだったらやっぱり誰かとやりたいよな。まだだったら一人焼肉の方がいいかも。一人バーベキューはちょっとハードル高いよ、うちからすると。やっぱ焼きながらなんちゃかなんちゃらねとか言ってやりたい。そう、だってさ、しかもさ、みんなさ、周りがさ、家族とかさ、友達連れでワイワイしてるとこ一人でさいられる気がね、私は苦手なの、そういうの。だから例えば昔とかだとタピオカがむっちゃ流行ってた時期があったじゃないですか。今も流行ってるかもしれんけど、時とかタピオカ屋さんに一人で並ぶじゃん。でもね、周りみんな学生とかカップルとか大体2ペアとか3ペアとかの、そこにさ一人でさこうやって並んでさ待つっていうこと自体もすごい嫌だった。やってたんだけどね、普通にやってたんだけど、それもすごい嫌だった。なんかすごい一人ですみたいな感じだな。すごい嫌だったんだよね。悲しいじゃん、友達いない子みたいで。まあいないんだけどさ、別に。待って、お休みメール書かなきゃ。いや、見られるのが嫌なんじゃなくて、なんかだから一人なのが嫌なんですよ、私。そう、一人なのが嫌なんです。なんか寂しくない？一人。映画見てもさ、映画見終わった後にさ、あそこの何々が良かったよねとか、あそこめっちゃ感動したよねっていうのを共有したいのに、一人で行くとできないじゃないですか。誰に共有すればいいんだ、この今の素敵なこの気持ちをってなりません？だからそれで一人で映画とか嫌なんですよ。共有したい。その見に行った人と、あそこよかったよね、えだよねっていうのをやりたいんですよ。一人で行くとさできんじゃん。それはこの楽しみのこの感じを誰に伝えればいいんだってなるやん。そうだからそれで私は一人で映画とか行きたくない。ご飯とかも可愛いご飯とか、まあ、カフェとか行くじゃん。さ、可愛いこのカフェじゃないわ、この可愛いねこの見た目とかでなんか食べながらお話ししたりとか、これめっちゃ美味しくないみたいなっていう共有をしたいのに、それができないのは悲しい。うん。間違えた。そう。OK。逆になんか一人で満喫したい人は一人とかいいんじゃない？やっぱ一人が気楽だっていう人もいるじゃないですか。気を使わなくていいし、自分の行きたいとこ、好きなとこに一人で行けるから、一人が自分はいいっていう人もいていいと思います。私はあんまり一人が得意じゃない。よし、OK。もうちょっと1時間経ったからそろそろ終了しよっかな。あ、そう、時と場合によるとも本当になんかやっぱ人にはさ、一人でいたい時っていうのが存在するじゃないですか。だからそういう時は一人でいいし、やっぱみんなでもワイワイ盛り上がった方が絶対これは楽しいでしょっていう場面もあるじゃないですか。そういう時はやっぱりみんなでね盛り上がりたいじゃないですか。だから本当に時と場合で全然いいと思います。本当にそれはね、やっぱりみんなといるのが好きだっていう人もいれば、やっぱり絶対自分のお家に帰ってからの一人の時間が絶対欲しいっていう人だっているから、みんなとよくワイワイ一緒にいる人とかでもやっぱり帰ったら一人の時間が欲しいっていうのはあるから、そうそう、だから時と場合で本当にいいと思う。一人で行きたいものは一人で行ったらいいし、みんなとワイワイして楽しいなと思うとこはみんなで行けるんだったらみんなで行けばいいし、そうだからね、そういう感じだよね。言ってね、そうだよね。とってもそれは思うよ、私も。カラッチさん、タワーありがとうございます。イエーイ。そうだから、なんか一人がダメとか、なんかみんなじゃないとダメってことはないと思う。もう本当にその人の自由で、でもほんまにこれもそうやけど、もうその人の自由です。本当にもうなんかだからどうって感じじゃないと思う。うふふふ。そう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 。よっしゃー、終了も終了にしようかな。じゃあランキング読もうかな。あ、地道な走り屋さん、タワーありがとうございます。ありがとう。待って、じゃあさ、絶対ランキング変わるからちょっと待っとこうね。だってまだ変わってないじゃん。絶対変わるよね、後で。そう、変わるまで待とうで。変わると思うんだけどな。変わんないかな。変わると思うんだけどな。今タワー投げてくださったから。変わった？まだだね。こっち変わるの見ようかな。あ、落ちた。もう少しかな。みんな明日でも月曜日ですよ。一日始まりますね。頑張れ。はい、たーん。ゆなもレッスンがまたちょくちょくと入ってきますよ。今日はなくなったんですけどね、急遽レッスンが。そう、またちょくちょく入ってきます。頑張るぞ。変わらんね、なかなか。お正月ってさ、いつまでなん？てか学校っていつまで休みなん？もう大学生始まっとる？もう学校始まっとる？小学校、中学校、高校、大学。大学はまだ。じゃあ高校、中学、小学校はもう始まってんのか。いつからなんだろう。あ、まだ休みなのか。まだ休みなのか。おお、嬉しいね。嬉しいねとか、もう何年前の記憶か分からへんけど。うんね、そっかそっか。分からん。このさ、休みさ、学校のさ、いつまで休みっていう感覚がもうないんですよね。行ってないから、学校に。だってなんならさ、だってもう休みじゃない。平日ですら休みだし、なんなら長期休暇の時長期休暇じゃん、うちら。別に何でもないのに。だからね、なんかもう曜日感覚もなければそういう感覚もない夏休みとか春休みっていう感覚も真面目に一切ないよ。明日か明後日ぐらいから仕事始め。あ、そっかそっか。じゃあまあもうちょびっとお休みの人が多いってことですね。まあ、大学によってもね、大学もさ、休みが超長い大学もあればそんな長くない大学もあるからね。そうそうそう、まだ行く大学にもよりけりだろうけど、でも大体さ被ってるとこは被ってんじゃん。被ってるっていうか、そのお正月明けて早々学校っていう学校はあんまなくない、やっぱりね。そうそう、なんなら無期限お正月関係なく働かないといけない人だっているしね。だってコンビニの店員さんなんて正月だろうと働いてるじゃないですか。そう、だからそのなんか関係ないものは関係ないんですよね。結構あったりなかったり、人によるかな。やっぱりお正月でも動いてるくれてる人がいるから回ってる社会ではあるからね。うん、そうそう、電車の人とかね。警察とかね、消防士さんとか、そういう感じの人はそれもよりね、本当に大変だわ、マジで。かわいそうではないけど、ありがとうって感じですね。うん、そうそうそう。変わった？変わってないね。いつ変わるのこれ？もう変わんないのかな、これで決定？そんなことないよね、絶対。全然変わんないんだけど、あれ壊れてんのかな、壊れてんのかな。全然変わらないんだけど、なんで。なんであれ、こんな時間かかるっけ、変わるのにね。え、そうだっけ。猫も変わらんのだ。変わった、変わりました。お待たせしました皆さん。ではランキング読ませていただこうと思います。13位カズさん、今年もよろしくよろしく。12位ヨッピーさん、11メタル、9位ツッチーさん、8位チカイシーさん、7位 TKHKG さん、6位しんどさん、5位9日さん、4位たかさん、3位きりやさん、2位地道な走り屋さん、そして今日の第1位はカラッチさんです。今年もよろしくお願いします。でこちらこそよろしくお願いします。そしてタワーがですね、カラッチさん、地道な走り屋さん、きりやさんかな、多分上から数えるとね、合ってるよね。あれ違います、だって誰だじゃん。あ、タカさんかな。ちょっと誰だっけな、誰だった誰か教えて。ちょっと曲挙手してください。あ、2人か、2人だけだった。カラッチさんと地道な走り屋さん2人、あ、タワー2つかこれ。3つに見えるんだけど、2本か。あ、びっくりした。え、別に3本に見える。あ、見えないわ、嘘嘘。あれだ、重なって3本な演出だったわ。2本ですね。この2人で合ってました。ありがとうございました。はい、というわけで、よし、じゃあ縮小して、それでは今日も見ていただき本当にありがとうございました。ではまた明日のショールームでお会いしましょう。